チゴが入って柄になってソールがすごくいやずっと人気な。こんにちは。こんにちは。山野美容専門学校73期堀江啓太と74期伊藤健太です。今回はスニーカー企画第2弾です。前回の動画が好評で一回伊藤くん出てくれたんですけど、その時に、よく話聞いてみたら自宅にスニーカーがいっぱいあるということで、今日は12足持ってきました。自分が持ってるスニーカーの中でも、よりすぐりを持ってきてくれたということで、早速スニーカーの紹介に移っていきたいと思います。1足目のスニーカーはこちらです。こちらのスニーカーの名前は何でしょう。こちらはナイキダンクハイフラグメントです。1足目出てきたスニーカーがナイキのダンクシリーズから出てるフラグメントとコラボしたスニーカーということで、これはどこで買いました。これは地元のスニーカーショップで買いました。地元のスニーカーショップに売ってたの。はい。いくらで。1万8000ぐらいかな。あ、1万8000。はい。あ、じゃあ割と定価なんだ。はい。僕はね、初めて見ました、このスニーカー。そんな履いてる人見たことないです。結構レアだと思います。普通のダンクハイに比べて、ここのなんつうんだろう、足首のところがなんか厚くできてるんですね。これはなんでなんですかね。フラグメントだからなんですかね。フラグメントだからだと思います。あ、じゃあナイキさんが結構力入れて作ったんかな。はい。他のも力入れてほしいけど ね、 普通のダンクもね。普通のダンクも。ということで1足目、フラグメントでした。2足目お願いします。2足目のスニーカーはこちらです。ナイキエアフォースワンパラノイズです。パラノイズを持ってきていただきました。これは前回のスニーカー動画で紹介してくれたやつかな。はい。結構お気に入りなんだ。この剥がれるギミックがやっぱり好きで、前回の動画で映ってたよりも剥がれていると思います。あ、結構変わったの。内側が結構変わってて。変わったらしいです。剥がしていい。どうぞ。いいの。すげー。あ、え。むずくない？これ剥がすの。これめちゃめちゃ硬くて、はい、剥がすのがとても難しいです。なんか最初の剥がすきっかけ作りみたいなのまずむずそうですね。自分はカッターを入れました。カッター？はい。これはもう履いてくると自然になんかひびみたいなのが入ってくるのかな。そうですね。結構硬いですよね。はい。これはなかなか剥がれない。いくらぐらい？これは8万円くらい。8万。プレネで。皆さんスニーカーに8万出せますか。過去最高。過去最高ではないです。ではない。その次に出てくるのが最高です。楽しいですね。ということでパラノイズでした。次のスニーカーはこちらです。ナイキショックス R4 です。聞いたことないな。こちらのスニーカーはかかとの部分に4本バネがついているので、ショックス R4 という名前で、もともとバスケットボールシューズでバッシュなんですけど、バネがついててジャンプ力が上がるよみたいなギミックがあるらしいです。チートやん。バスケの試合で履いていいのこれ。でもそんなにあんま変わんないと思います。結構硬いです。あ、でもどうなんだろうね、試合中のバーンっていう飛び方だったらいけんのかな。超人のジャンプ力欲しかったら買ってみてください。はい。次のスニーカーはこちらです。はい。こちらは何ですか。はい。エアジョーダン11ブレッドローです。ということでジョーダンシリーズからジョーダン11ということで、エアジョーダンって言われたらね、ナイキがここにスウォッシュがあってっていうイメージですけど、これはここにちっちゃくジャンプマン、ジャンプマンがいるのね。かわいい。材質がエナメルなので結構多分丈夫だと思います、このスニーカーは。これはいくらぐらいですか。12,000〜13,000ぐらいで、意外と、ね、結構安めに求めしやすい価格になってるんですね。はい。ジョーダンはでも定価が高いので、こういうユーズドで買うのが結構おすすめです。そうですね。はい。ではありがとうございます。はい。次のスニーカーいきましょう。次のスニーカーはこちらです。出ました、ナイキダンクシリーズから出てるパンダダンクですね。通称黒白の、みんな持ってるパンダダンクです。これは一世を風靡してますね。まだとてつもない人気ですね。毎回出るたびにソールドアウト。やっぱカラーリングですね、黒と白というやっぱ無難な色にがね、ちょっとすごい合わせやすいっていうのがね人気だと思うんですけど、実際に見るとかっこいいな。人気な理由が、なんかね、シンプルなのにすごい洗練されたデザインですよ ね。かっこいい。これは定価。これは定価プラス2万円ぐらいで買いました。定価プラス2万円。金持ってるんですね。ないです。まあぜひ皆さん気になってる人いたら、まあ多分今ね結構リストックされて結構値段もね落ちてきてるから、はい、落ちてきてます。買いやすくなってると思うので、まあぜひ気になってる人いたら買ってみてください。次のスニーカーはこちらです。エアマックス720ノーザンライツ。ノーザンライツ、はい、これは結構気に入ってる。はい。これはもう本当に履きやすくて、めちゃめちゃ履き心地いいので、地元に帰省するときに電車の中で履いてても楽なので、絶対に持って帰る一足です。エアマックスって言ったらね、ここのね、エアの部分がね、特徴的で多分足も疲れにくいよね。はい。でもね、破けるの怖いよね。
そうです、ね、まあ、なかなか破けないけどね、画鋲とか踏まない限り、はい、これラメみたいなやつ、中の空洞がなんか見えにくくなってておしゃれですね、凝ったデザインになってます、うん、ちょっと近未来感あっていいですね。でここのアッパーの部分はニットっぽくなってるのかな、ニットの上にメッシュがかぶさってる、うん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 、履いてても涼しそうですね。次のスニーカーはこちらです、はい、ナイキクオンドワンです。これは、まあ、さっきと同じピースマイナスワンのコラボ、天下の G ドラゴンさんとコラボしたスニーカーですね。これは一時期すごい話題になりましたね。特にこのやっぱ終端っていう部分がスニーカーでは特徴的でね、賛否両論あったけど、意外と実際に見るとかっこいいかも。このスニーカーは写真に見るとすごいなんかちょっと微妙かなって思ったりするんですけど、意外と実際に見たらかっこいいです。で特に気に入っているところがあって、うん、さっきのエアフォースワンもあったんですけど、うん、かかとにこういう花びらの刺繍が入ってて、うん、ここがすごく可愛くて好きなポイントです。意外と持った感じ結構重いんで履いてて疲れちゃいそうだなという気はするんですけど、 G ドラゴンさんのファンの人とかは、まあ、買ってみてもいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます、はい、次のスニーカーはこちらです。ナイキダンクハイチャンピオンシップレッドです。はい、ということでまたダンクシリーズから3足目、これは目立ちますね。このカラーはすげえかっこいい。結構ねこのスニーカー自体は1年前ぐらいからずっとリークされててね、出る出るって言われてなかなか出なくて、今年の夏前にリリースされたスニーカーなんですけど、ちなみにね僕もねこれ狙ってたんですよこのスニーカー、すっげえ欲しいと思って抽選では別になかったんですけど、もうなんか一瞬で完売しちゃって買えなくて普通にショック受けて諦めてたスニーカーなんですけど、まさかここでお目にかかることができるとは思わなかったです。いや実物かっこいいな。かっこいいですね。こういうね目立つデザインが好きな方は買ってみてもいいんじゃないかなと思います。次のスニーカーはこちらです。エアマックスワンピンクレモネードです。おお、エアマックスワンですか。はい、今度はです。かわいいな。これなんか変な柄って言ったらあれだけどなんて書いてあるんだろうと思ったらエアーって書いてある。かわいい。これ近くで見るとかわいいですね。遠くで見たら何書いてあるんだろうと思うけど、かわいいポイントが結構たくさんあって、うんうん、まずここのシューターの部分なんですけど、これはいちごが入ってます。で、うん、もう一個インソールがこういう感じでフルーツの柄になってて結構デザインも可愛いんで、履いてる時には分からないんですけど、うん、靴脱いだ時に見えるこのデザインがとても可愛いで、うん、これがお気に入りと。はい、なるほど、うん、ありがとうございます。これもエアシリーズなのですごい履きやすいと思うので気になったら買ってみてください。次のスニーカーはこちらです。ナイキ堺アンダーカバー LD ワッフルです。はい、ということで大人気シリーズ LD ワッフルアンダーカバーのコラボのやつね。これはどこが好きですか。履き心地がすごい良くて、うん、自分が持っているスニーカーの中で一番履き心地がいいんじゃないかってぐらい。一番。はい。あ、そうなんだ。すごく履き心地が良くて、へー、ミッドソールがすごく柔らかくて、うん、薄いんですけど、うん、でもめちゃめちゃ軽くて、うん、でアッパーも柔らかくて足あったりいいし、うんうん、すごく履きやすいです。へー、そうなんだ。あと夏でもそんなに蒸れなくて、めちゃくちゃね軽いです。これいくら。これ2万3000円ぐらいです。そんぐらいするよなワッフルは、はい、ワッフルはそれぐらいしますね。ちょっとお値段張っちゃうけどね、ぜひ買ってみてください。次のスニーカーはこちらです。出てずっと人気のある、はい、ハイパーロイヤルさんが来ました。これはいつ出たんだっけ。これはいつでしたっけ。もうずっと前な気がする。結構前ですよね。僕が高校生ぐらいから多分ずっとあるから、こう2とか。そうです、自分が高1とかだったと思います。3年前ぐらいに出たスニーカーでね、ずっとなんか人気ですよね。デニムに寄せた生地と革の質感がね、他のジョーダンに比べて桁違いにいいですね。履き潰されてますね。そうですね、結構かかと見ると分かるんですけど、うん、履いてますね。これね、削れちゃって、ここがストールが削れてますね。これはいくら。これは高校生の時に買ったんですけど、うん、当時4万円ぐらいだったと思います。でも今6万ぐらいする。そうです ね6万円ぐらいまで上がってるよね。上がってます。かっこいいな。かっこいいです。
ということで大人気ハイパーロイヤルでした。最後のスニーカーはこちらです。バレンシアガのトリプルクリアソールです、はい、バレンシアガ、これは過去最高。そうです、ね、お値段最高です。いくらですか。こちらが14万円くらいでした14万、笑っちゃうね。これは高校生の時に頑張ってバイトして貯めたお金で買いました、うんうん、どうしても欲しかったんだ。はい、どうしても欲しくて新宿の伊勢丹で買いました。あ、ぜひ好きな方は買ってみてください。はい、ということで以上たくさんのスニーカー紹介していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。この動画がいいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。じゃあ、もう一回行くと、はい、していきます。どうぞって言えたら、あ、いいよ、もう一回、最初くらいは